ハレルヤーアーメン、ハレルヤーアーメン、メリークリスマス、メリークリスマス、こんばんは、皆さんこんばんは。ですね、昨日と今日の朝も今日の朝もですね、エクススプリットがうまくいかなくてですね、失敗しちゃったんですよね。でもなんとかですね、治りました。音割れ、音悪いですか、どうですか。音はいかがでしょうか。はい、まあそういうわけでなんとか良かったですね。うまくいって良かったです。皆さんこんばんは、こんばんは。今日はですね、生ゲット3なんですけども、まあどっちかというと初心者向けのメッセージをします。で、お祈りありがとうございます。で、イエス様を信じている兄弟姉妹の方はですね、どうぞ祈っててください。で、30分でですね、未信者のための、メッセージといいましょうか、それをやる予定です。で、そうですね、クリスマスね、クリスマスの意味を知ってるかいという、そういうタイトルでやります。いつもと同じスタンスと言いましょうかね、いつもと同じような感じでやりたいと思います。アメン、ハレルヤアメン。イエス・キリストを信じる人たちはね、ハレルヤと言ってください。ハレルヤ、イエス・キリストを信じる人たちね、ハレルヤと言ってください。ハレルヤアメン、ハレルヤと言ってください。アメン、ありがとうございますね。メラニーさん、ジェイさん、ありがとうございます。皆さんのハレルヤがですね、油注ぎを、与えます。私も油注ぎが必要なんですね。メッセージするためにはですね、私がメッセージで皆さんに油注ぎを与えます。その油注ぎを与えるということは、私も油注ぎが必要だということですね。みんなが油注ぎを持てばね、みんなが油注ぎを持てば、私も油注ぎを受けるんです。そして私も油注ぎを与えることができるんですね。ぜひ皆さん、油注ぎをお互いに与えて受けましょう。今日は、クリスマスです。昨日がイブですね。今日はクリスマスです。イエス様が生まれたのはね、このイブの夜ということで、今日の夜じゃないかもしれません。しかし、その誕生日という意味では、今日が誕生日ですね。クリスマスの意味を知ってるかいという、タイトルですね。クリスマスの意味を知ってるかい。ノンクリスチャンの人はね、意味を知らないんです、ね。クリスマスの意味が分かりません。ただ楽しい、ただ面白いというね。クリスマスの意味、イエス・キリストの誕生日だということを知っている人は結構いるかもしれません。しかし本当の意味を知らないんですね。クリスマスの本当の意味を知らないんです。その本当の意味は、クリスマスの本当の意味は人生の意味なんです。アメン。クリスマスの意味は人生の意味であり、世界の意味であり、ね、全ての意味なんです。アメン。もう一回言います。クリスマスの意味は、皆さんの人生の意味であり、私の人生の意味であり、すべての人の人生の意味であり、この、ね、世界の意味なんです。世界の意味。これがクリスマスの意味なんですよ。アメン。ですから、クリスマスの意味は重要なんですね。クリスマスの意味は重要なんです。クリスマスの意味が分かると人生の意味が分かりますね。この間ですね、ある方が証ししてくれましたね。皆さん覚えてると思いますが、ある方はですね、生きる意味と死ぬ意味が分からない、ね、生きる意味と死ぬ意味が分からない、本当にこの、生きる意味を知りたい、死に身を知りたいということで、祈って祈って祈ってた方なんですが、ある時、神様がその方に、それはキリストだ
生きる意味はキリストだと、答えてくれたそうです。その時からその方は生きる意味を知ったんです。生きる意味を知ったんです。皆さん、私たちはですね、真理を知らなければなりません、生きる意味を知らなければなりません。多くの方は生きる意味を失っています。多くの方は生きる意味を失っています。皆さんも、以前は、その生きる意味を知らないで迷っていたかもしれません。私は本当に嬉しいんですね。ニコ生これで3年目かな、ニコ生は3年目だと思うんですが、3年間の中でイエス様を信じて、生きる意味を知った人が、たくさんいると思います。まあ、たくさんといってもですね、何百人ぐらいだと思うんですが、何千人もいたら嬉しいと思うんですが、そういう生きる意味というものをですね、知ってほしいんですね。そしてクリスマスの意味はですね、まさに生きる意味です。クリスマスの意味はですね、皆さんの日々の生きる意味なんです。クリスマスの意味はですね、その人生の意味なんです。そういうわけで、ぜひこの30分であと何分、あと25分、あと25分でですね、この生きる意味をですね、少しでも伝えたいです。まあ、毎晩やってますけど、今日はですね、特に、このクリスマスメッセージを通して伝えたいと思います。アメン。それでですね、私毎晩メッセージしてるんですけども、ね、自分でもだんだん私自身がやっぱり確信してくるわけですね。この世の問題点は何だ、多くの人の問題点は何だろう。希望がない、ね、生きる力がない、愛する愛がない、今年は大震災がありました、ね、もう不景気です。もう、多くの人たちはですね、生きる希望がなくなってきている。仕事がない、もうお金がない、どうしたらいいのか、どうやって生きたらいいのか、もう、死ぬしかないんじゃないか、もうね、誰も助けてくれない、家族も助けてくれない、友達も助けてくれない、国も助けてくれない、一体誰が私を助けてくれるのか、一体誰が私を助けてくれるのか。多くの人は、もう落胆している、失望している。もう誰かにですね、助けてください言えないでしょ。皆さんこう道歩いててですね、誰か歩いてて、私助けてくださいなんてみんな言えないですよね。日本人ってみんな非常にこう礼儀正しいからね、なんか我慢して、苦しくても我慢してね、助けてなんて言えないわけです。外国の人は結構助けてなんてこう言えるかもしれませんけど、日本人の人はですね、こう非常にナイーブでですね、こうおとなしくてですね、こうなんか自分の悲しみとか苦しみをですね、こうちょっと訴えられないね。すると自分の中で打ちこもっちゃってですね、苦しいの我慢して、ね、苦しくても苦しくない顔して、もう悲しくても悲しくない顔してね、ニコニコして、振る舞わなきゃいけない。辛いですよね。本音が言えないね。もうその自分の内でこもっちゃってですね、もう死ぬしかない、もう自分はもうなんて言うんでしょうかね、行き詰まってしまうという、これがですね、日本の状況ではないでしょうかね。泣き言が言えない、助けてって泣き言が言えない、恥ずかしくて言えない、ね、家族にも言えない、友達にも言えない、他の人に言えない。本当は苦しいですとかね、悲しいですとかですね、言えたらどんなに楽でしょうかね。なかなか言えないんですよね。私も言えないかな本当は言いたいですよね。でも皆さん喜んでください。ね。
喜んでください。ね、救いがあります。希望があります。それがクリスマスです。クリスマスは、ね、イエス様がですね、イエス様が、皆さんに、その希望と、生きる命と、生きる力と、生きる喜びを与えてくれる。これがクリスマスですね。アメン。それがクリスマスです。それがクリスマスです。アメン。ちょっとですね、今日は模様替えをちょっと、しますので、ちょっと寒いですけど、皆さん、ちょっと我慢してくださいね。少し、こう、ちょっとなんかこう、雪景色、ね、いいですよね。本当はね、皆さんがあったかい部屋にいたら、まあ、こう雪景色もいいでしょうし。で、皆さんが寒いところにいたらちょっとかわいそうですね。寒いところにいながら、その雪景色見るのはちょっとあまり嬉しくないかもしれませんが、でもね、ホワイトクリスマスということで、雪景色を用意しました。私もですね、以前スキーやったことがありましてですね、雪景色綺麗ですよね。皆さんね、雪景色っていうのは意味があるんですよ。で、雪景色っていうのはね、皆さんね、まあ、例えば、こう、いろいろ汚れてる泥とかね、こう、いろいろ枯葉とか、いろいろ、まあ、汚いものがたくさんあるとしますよね。で、雪が降るでしょ？雪が降る。そうすると真っ白になりますよね。真っ白。で、その雪景色非常に綺麗じゃないですか。ね。これはですね、皆さん、まさにクリスマスなんですよ。なぜ雪景色がクリスマスかというとですね、真っ白な、あ、これちょっと、あまり手を挙げると合成が消えちゃう。あまり手を挙げれないんですが、雪がですね、こう、パラ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 、パラパラパラと落ちてきます。で、その雪は真っ白です。でさ、白というと、罪がない、汚れがない、罪がない、綺麗な、罪のないという意味ですね。つまり雪はイエス様を表します。イエス様が空から降りてくる。イエス様が、空から降りてくる。そうすると、ね、雪が降って真っ白になる。真っ白になる。ね。で、その、この真っ白に、なるとですね、その、雪景色になりますね。白一面という感じになります。空一面。皆さん、これがクリスマスですよ。どういう意味かわかりますか？つまり、イエス様がこの世の汚れを、イエス様がこの世の汚れを覆ってくれる。イエス様の白さで、イエス様の清さで、イエス様のね、この、なんて言うんでしょうかね、もう、その、イエス様の愛で、この世界を覆ってくる。この世界を白くしてくれる。この世界を暖かくしてくれる。この世界をね、この清めてくれる。これが雪景色です。雪景色ですね。皆さん、すごいでしょ？すごいでしょ？ね。ですから私、雪景色好きですね。皆さん、これからですね、雪が降ったら、あ、イエス様が世界をきれいにしてくれる。清くしてくれると思ってくださいね。雪って意外と暖かいんですよね。雪っていうのはですね、こう、なんでしょうかね、断熱効果がありましてね。で、鎌倉とかあるでしょ？ここ、鎌倉。で、結構中が暖かいわけですね。だから、雪っていうのはね、確かに、氷が、水が凍ったので、冷たいには冷たいですよ。冷たいには冷たいけど、神様っていうのは素晴らしいですよね。その寒い地域に雪を降らせて、ね、その、ただ寒いだけじゃなくて、雪によって、ある意味で断熱効果を与えているという。神様のされることは、皆さん素晴らしいですよね。神様はそういう方です。神様はですね、この冬の時代に、雪を降らせて、ね、その、神様の清さで、この世を清めようとされているんですね。はい。そういうわけで、ぜひぜひ皆さん、クリスマスは、そのように天から
イエス様が、来てくださるということですね。すみません、ちょっと鼻水を吹きました。そういうわけで皆さん、クリスマスはイエス・キリストが、御子であるイエス・キリストが、神の子であるイエス・キリストが、救い主であるイエス・キリストが天から降りてきて、天から下ってきて、人となって私たちのために、死ぬために降りてきてくれたんです。イエス・キリストは死ぬためにこの地上に来てくれたんです。誰のためですか？皆さんのためです。誰のためですか？私のためです。誰のためですか？すべての人のために、すべての人のために、死ぬためにイエス・キリストは降りてきてくれたんですね。クリスマスというのはそういう意味なんです。クリスマスというのはイエス・キリストが私たちのために、死ぬためにこの地上に来てくれたという意味なんです、皆さん。ですから、このイエス・キリストの、そのイエス様の誕生日がクリスマスですけど、大事なのはイエス様が何のために生まれたのか、何のためにこの地上に来てくれたのか、何のために今世界中がイエス・キリストをお祝いしているのか、皆さん、その理由が分からなければ本当のクリスマスではないんです。クリスマスの意味が本当に分からなければ、私たちは本当のクリスマスを楽しんでいることにはならないんです。イエス・キリストがこの地上に来たのは皆さんのためであり、皆さんを救うためであり、皆さんの身代わりに罰を受けるためであり、皆さんの罪を許すためであり、皆さんに愛を与えるためであり、皆さんを解放するためであり、皆さんを自由にするためであり、皆さんを本当の生きる意味を与えるためなんです。アメン、アメン。クリスマスの意味は生きる意味であり、クリスマスの意味は全世界の意味であり、クリスマスの意味は全ての意味なんです。クリスマスの意味は全ての意味なんです。アメン、アメン。ですから皆さん、今晩クリスマスの意味をしっかり理解しましょう。今晩、今日はクリスマスです。クリスマスの意味をしっかり理解しましょう。クリスマスの意味をしっかりすれば、皆さんこれからあと50年生きるかもしれません。50年生きるということは50回クリスマスを体験するわけです。その50回のクリスマスの意味を今晩すれば、皆さんのこれからの生涯のクリスマスは素晴らしい、クリスマスを体験することができますよ。アメン、アメン。皆さん、その、クリスマスの意味が、本当に、理解してほしいと思います、ね。神様が皆さんを愛しているということです。神様が皆さんを愛しているということですね。クリスマスの意味は愛の、神の愛の意味なんです。多くの人は、誰も愛してくれない、ね、寂しい、ぼっちである、傷つけられている、ひどいことされた、もう本当に人生ボロボロだ、もう楽しいことなんか何にもない、ね、多くの人は、ぼっちの、人生でした。しかし、皆さん、これからは、その本当の神様の愛をイエス様から受けて、イエス様から受けてですね、本当の愛を、持ってほしいと思います。今どれにしようか今悩んでるんですが、どんな絵がいいでしょうね。あまり寒いのばっかりだと良くないので、どれがいいかな。これがどうかな。これいいですね。これなんか朝日という感じで、これいいですよね。これにしましょう、ね。はい、皆さん、そういうわけでクリスマスは愛を受け取る時とも言えるでしょう。クリスマスの雰囲気はいいですよね。クリスマスの雰囲気は本当に何かこの温かい感じがします。家族的な雰囲気がします。なんかこうプレゼントを交換する、こうね、愛を与えるような、ね、
愛を与え合うようなそういう感じじゃないですか。クリスマスの意味はある意味では神の国を表します。クリスマスの意味は、愛の神の愛で満ちた国を表します。クリスマスの意味は天国を表します。クリスマスの意味はですね、素晴らしい世界があるよ。この人間の世界は寂しいし、人間の世界はもう虚しいけれども、神の国という素晴らしい世界があるよ。素晴らしい世界があるよということを、教えるところなんですね。ですから皆さん、ぜひぜひですね、この素晴らしい、神の国を知ってほしいと思います。皆さんがイエス・キリストを信じるならば、皆さんがイエス・キリストを受け入れるならば、皆さんがイエス様のプレゼント、イエス様のプレゼントは、イエス様自身でもあるし、神の愛でもあるし、永遠の命でもあるし、素晴らしい最高のプレゼントをもらう日です。クリスマスの意味は最高のプレゼントをもらう日です。皆さん、そのプレゼント欲しくありませんか？そのプレゼントをもらうことがクリスマスの意味なんです。クリスマスの意味はその神様からのプレゼントをもらう日なんです。誰でもそのプレゼントをもらうべきなんです。誰でもそのプレゼントをもらうべきなんです。クリスマスのプレゼントをもらうべきなんです。皆さん、クリスマスのプレゼントもらいましょう。そして神の国に行くという、クリスマスは天国を表します。天国ってあるんだ。あるんですよ。地獄もあるんですよ。天国がある。この地上は天国ではありません。この地上は地獄みたいなとこです。この地上は地獄みたいなとこです。しかし天国があるんです。その天国があるということを教えるために、イエス様はこの地上に来られました。クリスマスの意味は全ての人に天国があるよ、天国があるよ、私のとこに来なさい、私のとこに来なさいと招いているんです。クリスマスは招きなんです。クリスマスは天国への招きなんです。天国に来ませんか、天国に来ませんか、私のプレゼントを受け取りませんか、私のプレゼントを受け取れば天国に来ることができるよ。私のプレゼントを受け取れば永遠の命がもらえるよ。私のプレゼントをもらえば本当の愛をもらうことができるよ。皆さん、クリスマスってそういう意味なんですよ。そのクリスマスの意味を知って、皆さん、その本当の意味を知るためには、そのクリスマスの主人公である、そのイエス・キリストを信じることが、そのクリスマスの本当の意味なんです。イエス・キリストを信じることがプレゼントをもらうことなんです。イエス・キリストを信じることがその神の国に行くことなんです。クリスマスは素晴らしい意味があるんです。皆さん、その意味を欲しいですか？その意味が欲しいですか？天国に行きたいですか？神の愛が欲しいですか？永遠の命が欲しいですか？幸せになりたいですか？希望が欲しいですか？力が欲しいですか？生きる喜びが欲しいですか？アメン。皆さん、今日の、短いメッセージですが、今日の話を聞いてクリスマスの意味が分かって、ああ、私もクリスマスのプレゼントが欲しい。クリスマスの、その、意味を、もっと知りたい。イエス・キリストを信じて、希望が欲しいという人、アメンと言ってください。アメンと書いてください。チャンスですよ。今日はクリスマスです。皆さん、プレゼントをあげます。本当のプレゼントをあげます。受け取ってください。受け取る方はアーメンと言いましょう。本当のプレゼントが欲しい方はアーメンと言いましょう。
アメン、アメン、アメン、アメン。ああ、素晴らしい、素晴らしい。たくさんの人がプレゼントを受け取りました。たくさんの人がプレゼントを受けました。たくさんの人が本当の愛を受けました。たくさんの人が希望を持つことができました。お祈りします。天のお父様、感謝します。たくさんの方がクリスマスの意味を受け取りました。あなたのプレゼントを受け取りました。本当の愛を受け取りました。イエス様、与えてください。サンタクロースのように今プレゼントを与えてください。今そのアーメンと言った人の心の中に与えてください。心の中に与えてください。イエス様、今与えてください。ニコ生の人たちに与えてください。リスナーの方々に与えてください。本当のプレゼントを与えてください。本当のクリスマスを教えてください。イエス様、生きる意味を教えてください。生きる意味を教えてください。あなた自身が、あなた自身がそのリスナーの心の中に来てください。リスナーの心の中に来てください。イエス様、感謝します、感謝します。今この写真のように、日本に夜明けが来ますように、日本に夜明けが来ますように、日本の救いが来ますように、日本のその素晴らしい新しい時代が来ますように、この失望した日本が生き返りますように。イエス様、日本を憐れんでください。日本を救ってください。日本に新しい朝日が昇りますように、希望が持ち上がりますように。イエス様、どうぞ日本を憐れんでください。日本のすべての罪を許し、日本に本当のクリスマスが来ますように、本当の新しい時代が来ますように、新しい日本が来ますように。イエス様、助けてください。日本を救ってください。日本を救ってください。リスナーの方々を祝福してください。来年もっともっと祝福してください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、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 アーメン、ハレルヤ、アメン、アメン、ハレルヤ。皆さん、ぜひぜひですね、このクリスマスの意味を皆さん理解したんではないでしょうか。ぜひ皆さん、このクリスマスの意味を分かるということ、皆さんの生きる人生の意味が分かったんですよ。人生の意味が分かったんです。そして生きる意味が分かったんです。これから皆さんは人生が変わります。今日から人生が変わります。今日から皆さんはですね、心に希望を持つことができます。今日からですね、人を愛せるようになります。今日から皆さんは優しい人間になります。今日からですね、何かですね、命が湧き上がってきて、いろいろネガティブな気持ちがなくなってきて、そして今、皆さんの心がですね、変えられています。また癒されます。皆さんの心が癒されています。皆さんの心がですね、この解放されているんです。本当です。楽しみにしてください。本当です。そして皆さん、信じた方はこれからですね、皆さん成長する必要があります。これからですね、この光、霊的な光を受けて、イエス様の教えを学ぶ必要があります。そして皆さん、イエス様の教えを聞けば、イエス様の教えを聞いて、そして理解して、それを実行するならば、皆さんの、人生はもっと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 良くなります。そして皆さんの、その喜びが、皆さんの家族を祝福し、皆さんの喜びが周りの人を祝福し、皆さんの喜びが地域を祝福します。皆さんがクリスマスの光になります。クリスマスはイエス様が光ですが、イエス様が光ですが、イエスキリストを信じる者も光となります。皆さんがクリスマスの星になります。皆さんがクリスマスの光となります。暗い日本を照らしましょう。暗い日本を照らしましょう。暗い日本が明るくなります。明るくなります。皆さん、皆さんが光ってください。これから皆さんが光ってください。イエスキリストにあって光ってください。明るくなります。イエスキリストによって明るくなります。来年は素晴らしい年になります。皆さんが一緒に心を一つにして日本を変えようではないでしょうか。イエスキリストにあって光って、皆さんが光って星となって、明るくしましょう。アメン。アメン。ありがとうございました。シャローン、シャローン。メリークリスマス。メリークリスマス。アメン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 。
アメン。ハレルヤ。アメン。感謝します。アメン。アメン。アメン。ハレルヤ。アメン。なんか終わったみたいですけど、はい、終わりました。アメン。アメン。